皆さん、こんにちは。フジテレビの長島優美アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新し、第一子妊娠を発表しました。長島アナは、この度、新しい命を授かりましたと報告し、さらに賑やかになりそうですが、変わらず仕事も頑張ります。引き続きよろしくお願いします。と綴っています。そして長島アナが出演しているフジテレビの情報番組目覚まし8では、番組冒頭、小室瑛莉子アナウンサーが、おめでたいニュースが入ってきました。目覚まし8ファミリーの長島優美アナウンサーが第一子妊娠です。おめでとうございますと祝福すると、谷原さんもおめでとうございます、嬉しいねと祝福していました。今回はそんな妊娠を発表した長島優美アナの結婚相手や家族についてまとめていきます。まずは長島優美アナのプロフィールをご紹介します。本名長島優美、生年月日1991年11月23日出身地兵庫県神戸市、身長158センチメートル、体重非公表、血液型 A 型、職業アナウンサー。兵庫県神戸市で生まれた長島優美アナは、神戸市立御影北小学校、慶明学院中学校、高等学校を卒業後、関西学院大学社会学部社会学科に進学し、大学卒業後の2014年にフジテレビに入社し、現在アナウンサーとして活動しています。そんな長島優美アナは以前出演していた目覚ましテレビで2021年3月3日に結婚したことを発表しました。夫となる結婚相手については、フジテレビの制作局でディレクターを務める1年先輩の30代男性とのことで、挙式披露宴は2022年冬に親族だけで行われたそうです。交際期間は3年半で、結婚に至った理由は、当時勤めていた目覚ましテレビが3月に終わり、30歳を迎えるので思い切って決めたそうです。それでは長島優美アナの旦那さんは一体どんな人なのか、詳しく見ていきましょう。長島優美アナの旦那さんの名前は西谷拓さんと言われています。長島優美アナは2017年の年末に一般男性との熱愛がスクープされています。交際期間が3年半というのも一致しており、結婚相手の旦那様はこの時スクープされた方と同じだと思われます。当時フライデーの記事で報じられた長島優美アナのお相手の特徴はこちらです。2013年にフジテレビ入社、ミスターサンデーのディレクター、目覚ましテレビのディレクターもしていた。年齢は27歳。2017年当時、身長は180センチメートル以上。高校大学時代はアイスホッケーの選手だった。こちらの特徴に全て合う人がフジテレビの西谷拓ディレクターです。画像を検索して見てみると、イケメンで爽やかでアメフト選手ということで、がたいもいいです。チアをやっていた長島優美アナにとってはタイプだったのでしょうか。長島優美アナは熱愛が発覚した時からオープンでした。2018年1月26日にダウンタウンのに出演した際には、一つ年上の先輩で、入社した時から目覚ましテレビで一緒だった先輩、結婚願望はありますと熱愛をあっさり認めるコメントしていました。この時は交際半年だったようですが、すでに結婚相手として決めていたようですね。交際宣言でオープンな様子も好感度が高いですね。長島優美アナの旦那さん西谷拓さんの年齢は現在33歳、経歴も立派で、早稲田大学卒業後2013年にフジテレビ入社し、現在は情報番組のディレクターとして活躍しています。関わった主な番組はミスターサンデー、目覚ましテレビ、イット、特ダネ。2023年現在はイット、特ダネに携わっているようです。ちなみに馴れ初めについては、西谷拓さんが目覚ましテレビのディレクターの時に長島アナにいろいろと教えてあげたことから距離が縮まり、交際に発展したようです。さて、そんな長島優美アナの旦那さん西谷拓さんの年収はどれくらいなのでしょうか。気になりますよね。キー局に勤務する30代ディレクターの平均年収は1000万円台とのこと。ちなみに長島優美アナも現在の年収は
1000万円ぐらいだと思われます。お二人とも高収入ですね。そんな長島優美アナはどのような家庭環境で育ったのでしょうか。では次に長島優美アナの家族について見ていきましょう。長島優美アナは4人家族で、家族構成は父親、母親、本人、弟です。長島優美アナの父親は皆さんもご存知の通り、元サッカー日本代表でスポーツキャスターの長島昭弘さん。長島優美アナと番組で共演することも少なくなく、2015年8月に行われた EAFF 東アジアカップの生中継では長島優美アナとの親子共演が実現し、話題を集めました。長島優美アナの母親は、一般人のため詳しいことは分かっていませんが、松任谷由実さんの大ファンだそうで、優美という名前は、ユーミン、松任谷由実さんの愛称からもらっているそうで、筋金入りのファンであることが分かります。長島優美アナの日本人離れした顔立ちから、お母さんは外国人かハーフではないか、という噂があるようですが、結論としては普通の日本人のようです。弟は2歳年下で、2010年頃海外留学をしており、長島優美アナは留学先を訪問しています。2011年、長島優美アナが神戸ウェディングクイーンに選ばれた時はスカイプで弟から祝福を受けたそうです。このように長島優美アナの人の良さと活躍の陰には、温かく支えてくれる家族の姿がありました。それを旦那さんの西谷拓さんも感じ取っていたのではないでしょうか。さて、今回妊娠を発表した長島優美アナには SNS でもおめでとうございます、最近ゆったりした服装が多い気がして、もしかして妊娠と勝手に体調を心配していました。長島アナ、明るくて気遣いができて大好きです。安定期とはいえ27時間テレビは妊婦には負担が大きいと思います。無理せず体第一で。よかったね。おめでたの話題は他人でも嬉しいものです。すさんだ世の中、嬉しいニュースをありがとう。生まれるまで無理しないで大事にしてください。よかったですね。ご結婚されてもずっと朝早い番組を続けられていたから、勝手に気にはなっていました。やっと早朝番組も抜けて、良いタイミングで授かったのですね。無理なさらず、産休に入るまで程よくお仕事頑張ってくださいね。長時間労働はどうか配慮してあげてくださいね。長島アナ、明るく爽やかなので本当に好きなアナウンサーです。どうか女性が働きやすい環境を整えてあげてくださいね。おめでとうございます。 FNS 歌謡祭の時は全然気づきませんでしたが、無事に出産することを願います、と祝福のコメントが数多く寄せられています。長島優美アナは今週末の FNS 27時間テレビの出演が決まっており、仮眠、休憩を十分に取るなど体調に配慮しながら予定通り進行アシスタントを務めるそうですが、目覚まし8に出演していた谷原さんは、仮眠とか休憩どころじゃなくて負荷になりますから、ずっと座らせてあげていただきたいと心配のコメントをしていました。出産の時期については冬を予定しているそうで、今後は体調を見ながら産休に入るようです。長島優美アナには無理せずに活動してもらいたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。